アイドル水をさらに痩せる魔法の水に変える方法をお伝えしていきますね。私が別動画でもお伝えしておりますこのアイドル水、あるアイドルの方がですね、まあ、飲んだら痩せたとこう話題のお水なわけなんですが、もうすでに、まあ、レシピはお伝えしておりますけど、ちょっとここでおさらいしましょうね。通常のアイドル水は、まあ、天然水 500ml に対して緑茶パックを1袋入れて、そこにレモン果汁大さじ1と、まあ、蜂蜜を大さじ2分の1入れてくださいねとお伝えしています。よくあるレシピはこの蜂蜜がね白砂糖になっている場合もあるんですけれども、白砂糖は、まあ、腸内環境を汚して太ってしまいますから、私、腸活の専門家としましては蜂蜜をおすすめしております。でまたこちらですね、中には先生緑茶美味しくないですっていうねコメントも結構多くいただいてるんですね。そこで私がおすすめなのは、緑茶の代わりにルイボスティーを代用して作っていただくこのレシピも、あのすごく美味しくておすすめなんですよとお伝えしているんです。でルイボスティーは緑茶に比べて、まあ、ノンカフェインですし、脂肪燃焼効果があったり、また鉄分も入っていますから、特に女性の方にはおすすめしたいなと思ってご紹介したわけなんです。でこのそれぞれレシピ痩せるんです、痩せるんですけれども、今からさらにもっともっとこのレシピをベースに痩せる方法をお伝えしていきたいと思います。それはどうすればよいかと言いますと、このドリンクをですね、ホットで飲んでいただくことなんです。それはなぜかと言いますと、やはりですね、冷たい飲み物を毎日毎日大量に飲んでしまうと、あなたのお腹、まあ、イコール腸がね冷えてしまうんですよね。そうすると良くないことが起こるんです。それは何かと言いますと、あなたの腸の動きが止まってしまうんです。しかも、まあ、デブ菌と呼ばれる悪玉菌がこう優勢、まあ、元気になってしまうようなこう悪い腸内環境に、ね、なってしまうんですね。で今からまたその秋冬、まあ、迎えるわけですし、もう本当にホットおすすめですから、ぜひぜひこのベースのレシピはこのままで良いです。プラスホットで飲んでいただきたいんですよ。そうするとその腸の動きが活発になり、あなたの代謝が上がり、むくみも改善され、デトックスもされ、結果血流がどんどん良くなって、こうお体の隅々まで酸素と栄養が行きますから、もうどんどん痩せ体質になることができるんですよ。まあ、代謝が上がるわけです。プラス痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が活発にやっぱ動いてくれるわけですから、あなたは自然と痩せ体質になることができるんです。さあいかがだったでしょうか。まあ、そのホットの作り方はですね、もうその都度その、まあ、ホットで作っていただくものを、まあ、こう保存容器にしていただくのも良いでしょうし、ちょっとこのレモン果汁が入っている関係で、あの魔法瓶のようなそのステンレス製の容器ですと、ちょっとその金属がやっぱ溶け出してしまう可能性がありますから、おすすめしてないんですね。ですから、うん、そうですね、一回作っていただいて、その都度、まあ、お鍋で温めていただくか、まあ、電子レンジでちょっとチンしていただくか、まあ、そういった形でそのホットは工夫していただきたいなと思います。さあいかがだったでしょうか。このアイドル水 の、 あの詳しいようなですねご質問に対して、私別動画でもどんどんお答えしていますから、そちらの方もチェックしてみていただきたいなと思います。この、チャンネルではこのようなさまざまな腸活法、健康法、ダイエット法をお伝えしております。そのことであなたがもうとにかくベース健康的で綺麗に痩せる、しかもリバウンド次第を応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。でまた個人的に、先生こういう時どうしたらいいですかっていうご質問の方は、あの詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、皆様そちらご登録後、どんどん私までご質問されていらっしゃいますので、遠慮なくおっしゃってくださいね。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。